of Rock。 ここからは生徒の夢をサポートするスクールオブロックのチューター、 INI 高塚ひろむ先生が登場。今夜は INI ロックス掲示板に届いた生徒からの書き込みをひろむ先生が見ていきます。 INI ロックス。生徒の皆さん、こんばんは。みんなの夢をサポートするスクールオブロックのチューター、 INI 高塚ひろむです。今月もここチュータールームナンバー3から授業を届けていきます。ということで、9月ももうすでにね、後半戦ですけれども、生徒のみんなは新学期が始まってまた日常に戻っているんですかね。まだ夏休み気分が抜けてない生徒は、先月少し登場しましたが鬼チューター行きになるので気をつけてください。ということで、僕はこの1ヶ月ね、いろんなところに行ってきましたね。8月はね、韓国に行って、ロサンゼルスに行って、そしてまた韓国に戻ってから日本に帰ってくるというようなあのスケジュールでして、全然日本にいませんでしたね。そして少し前には閃光ライオットにもね、お邪魔させていただきました。すごいいいものを見させていただきました。そんな1ヶ月だったんですけれども、ここチュータールームに戻ってきて生徒に向けて喋って、ようやく日常が戻ってきたなと実感しております。ということで、今月も生徒のみんなをサポートしまくっていくので、よろしくお願いします。さあ、今夜は生徒のみんなから届いた書き込みをチェックしていきます。早速いきます。岡山県14歳女の子、ラジオネームゆき。初めて INI 掲示板に書き込みします。私は今日夢に関することで聞きたいことがあって、今年中3の受験生で勉強を頑張っているのですが、自己診断テストでなかなかうまいこと点数が取れなくて、モチベーションがすごいなくなってしまっているので、モチベをアップさせるためにしていたことがあれば教えてください、ということですね。まずは初めて書き込んでくれてありがとう。はい、モチベーションを高める方法ね。なるほどね。まあやっぱりご褒美じゃないですか、あの自分に。まあ勉強でも何でも、何かその成し遂げなければいけないことがあった時に、これを頑張ったらこれをなんか手に入れられるとか、ゲームができるでもいいし、これを買おうでもいいし、まあそういうことじゃないかな。俺もね、高校1年の時にテストがあるじゃないですか。で、高校になって勉強もめっちゃ難しくなる。親にね、テストでいい点取って、クラス順位みたいなのが出るみたいなのがあった時に、まあ、ここで、その、順位取ったらギター買ってって言って、エレキギター買ってもらいましたね。まあ、とか、なんかその自分がその、燃える何かを見つけるっていうのいいと思いますね。今は、ご飯とかを結構モチベーションにしてますね。このライブめっちゃ頑張って終わったら、あれ絶対食べようみたいなとかを考えながらやってます。あとはモチベーションがやっぱりすごいなくなってしまってるって書いてると思うんだけど、まあそういう時はやっぱりその友達とかにね、悩みを打ち明けて、まあちょっとリフレッシュするとか、その自分のモヤモヤをその友達とかに打ち明けるっていうのは、モチベーションアップっていうのとはまた違うかもしれないけど、すごい心がスッキリしていいんじゃないかなと思います。はい、こういう書き込み嬉しいですね。チューターとしてこれからも全力でサポートしていくので、一緒に受験を乗り越えていきましょう。続いて、東京都19歳女の子、ラジオネームベジコ。文化祭、学園祭のシーズンですね。ひろむ先生は高校生の時バンドをしていたと思いますが、どんな曲を披露していましたか？文化祭の思い出や練習で苦労したことなどを知りたいです。なるほど、そっかそっか、もうそんな時期ですね、文化祭。そうだな、あの僕の高校は結構その軽音楽部は割と本格的にやってた高校で、なんか大会とかも出たりとかしてて、オリジナル曲を作ってましたね、バンドで。で、僕もその時に初めて曲を作ったりとかしたんですけど、その高校生の時のね、俺はね、もう本当にひねくれ、ザひねくれ男ひねくれてて、もう反抗期真っ最中だったんで、
もうなんかそれをね結構曲にしてましたね。もう自分の中の負の感情を曲にぶつけるっていうような曲を書いてましたね。まあそれも今聞くと青春だったんだなみたいな思いますね。いろいろ溜まってることがあったんだなっていうようなことを思いました。あと文化祭は僕の高校はテーマソングみたいなのを作るっていう恒例行事があって、それを作りましたね。それも本当に楽しかったです。あの部活のメンバーと一緒に高校3年生になって、やっぱりその文化祭で引退だったので、まあ、その最後に一緒にやってきた、まあ、同期のメンバーと一緒に全員で曲を作ってっていうのがありましたね。 PV とかも作ったりとかして、まあ、高校生なりの自分たちでできることをかき集めて作ったっていうのが僕の中では青春でしたね。なんか本当にやっぱ文化祭って青春だなって思います。やっぱり文化祭はすごい思い出になるからね、本当に小さなしょうもないこととかでも噛みしめて思い出作ったらいいと思います。ベジコもこれから文化祭だったら思い切り楽しんできてください。続いて岩手県14歳、女の子、ラジオネーム岩手に住んでる犬。恋の相談。私には好きな人がいるのですが、夏休み中に会っていなかったから好きなのかわからなくなっていました。2学期が始まって私が部活の朝練に行こうとしていたら好きな人と曲がり角で鉢合わせてしまって心臓が止まりそうになりました。その時にやっぱり好きなのかもって思いました。最近恥ずかしくて好きな人のことを見ないようにしていたのですが、なぜか常に視界に好きな人が入ってくるんです。かっこわら。それでめっちゃ目合いすぎてキュンキュンしてます。今日もめっちゃ見られてました。これって脈ありですかね。ということで恋の相談いただきました。そうですね、まあやっぱり視界に好きな人が入ってくるんです。かっこわらって書いてるから結構好きですよね、岩手に住んでる犬は。うん。だから見ないようにしていたと言いつつきっと見てるんだと思います。できっと見ているから目合っちゃうんだと思いますまあこれを脈ありというか言わないかは置いといても、まあその好きなのかわからなくなっていましたって書いてるけど、きっと岩手に住んでる犬はその人のことを好きだと思うので、もう突っ走っちゃいましょう。話しかけてみて脈ありかなしか、まあ、考えてみるのもいいんじゃないですか。ぜひぜひ目が合うと思うなら積極的に行ってみて会話をしてみたら、またたくさん話も広がってちょっと関係も近づくんじゃないかなと思います。自分の気持ちを大事にして進んでいってほしいですね。ただいまお送りしている曲は INI のブライターアコースティックバージョンなんですけれども、この曲といえば先日サムライズフェスティバルに僕高塚ひろむ出演させていただきました。メンバーのね京介と匠と3人で初めてのあの INI としてユニットのステージを作ったんですけれども、いや本当に楽しかったですね。普段会えないはあのダンスして歌ってっていうようなパフォーマンスなんですけど、今回は3人で歌だけのステージを作りました。いや本当に初めはねめちゃくちゃ不安だったんですけど、あの今までなかったのでこういう機会、もう本当にステージ立ってみたらお客さんも本当に盛り上がってくれてめちゃくちゃ楽しいステージになりました。ということで、もっと生徒のみんなのことを知っていきたいので、最近の出来事でも今悩んでること、聞いてほしいこと、どんなことでもいいので INI 掲示板に書き込んでください。というわけで今夜の授業は以上。ログインとはスクローブロックのチューター INI 高塚ひろむでした。小森校長、小森校長もサムライズフェスティバル出演されてたと思うんですけど、ケータリング何食べたでしょうか。僕はあのお寿司が本当に美味しかったです。なんからしいですね、お寿司がうまいみたいな話は聞いてましたけど、僕が本番終わって食べようと思ったら閉まってましたいや辛すぎる
悲しすぎる。もうないです。マジ？コカ・コーラ1本だけ持って帰ります。いやそれは良かった、校長の好きなコーラがあって良かったよ。そうなんだ、だってあんだけ踊って食べたいよね最後。この前がね無理だったのよ、打ち合わせがあって、バタバタ撮影があって収録があって、すげえな、で本番だったのかな、そうだったから終わって食べようと思ったらなかった。残念すぎる。あの授業の中では受験生のアドバイス、ヒロム先生がね文化祭の思い出とか恋の相談とか今回もいろんな書き込み紹介してましたけど、うん、あのヒロム先生の勉強のモチベが、まあ、そのクラスの上位に入ったらギター買ってもらうっていう風に親とねなんか決めてたって話してたけど、さらっとギター買ってもらったんでエレキギターってね、うんうん、ってことも上位に入ってたってことですからね。まあ、賢いからね。あすごいよね、優秀です。あの引き続き聞いてほしいこと、話したいこと、報告したいことなど、ヒロム先生にサポートしてほしいことがあるという生徒は INI ロックス掲示板から書き込んでください。さあということで INI 高塚ヒロム先生とはまた明日。スクールオブロック、ここからは生徒の夢をサポートするスクールオブロックのチューター、 INI 高塚ヒロム先生が登場。今夜はヒロム先生のスマホの写真の中から写真集を作るならというのを実際に写真フォルダを見ながらやっていくとのことです。 INI ロックス、生徒の皆さんこんばんは。みんなの夢をサポートするスクールオブロックのチューター INI 高塚ヒロムです。今日もここチュータールームナンバー3から授業を届けていきます。8月30日に発売された INI のファースト写真集黒の見てくれましたでしょうか。イエイ。はい、こちらね、あの INI のメンバーが海辺やプールでワイワイしたりリラックスまったりしてる姿もたくさん、いろんな表情も楽しめるような写真集なんですけれども、見てくれた生徒はどの写真が好きでしょうか。ちょっとねここにね写真集あるので見ていこうかな。俺のねお気に入りショットはね、やっぱりこのプールでねみんなではしゃいでるのは本当にみんないい顔してますよね。めちゃくちゃ俺もすごい笑って楽しいなって思うね。あとはね、わいっぱいあるな。この雄大の目つむってる写真も可愛いし、タジ君のねこの絶妙な髪の短さが好きなんですよね。俺はちょっとおんまゆで可愛いなって思って見てましたね。あとみんなのオフショットね、あのチェキで撮った写真もいいですね。あ、ちょっとこれ全部いいわ。お気に入りショットがちょっといっぱいありすぎるな。これはぜひ買ってもらうしかないな。ということで、はい、よかったら写真集買ってくれたら嬉しいです。感想書き込みも INI ロックス掲示板に送ってきてください。ということで今夜はこんな授業をやっていきます。高塚ヒロムミニスマホ写真集ヒロム。はい、ということで、はい、その名の通りね、自分のスマホの中にある写真で写真集を作るとしたらどの写真をセレクトするか、実際に写真フォルダを見ながら選んでいきたいと思います。黒のにかけてヒロムです。今実際にちょっとね自分のスマホ出してセレクトするんですけど、意外とねそうだな、俺結構写真めちゃくちゃ撮りますね。俺ちょっと改めてね写真カメラロールね見たらね本当にいっぱい写真ありますね。まあ INI なってツイッター改め X に写真投稿したりもしますし、インスタに投稿したりもするから、やっぱり撮影とかがあるたびにセルカを撮ったりとか写真撮ってもらったりとかもあるので本当に増えましたけど、 INI なる前も結構撮ってましたね。実は僕のこのスマホにはね中学の終わりくらいからねずっとデータを引き継いでて、あの高校から中学終わり高校大学の写真も全部入っているので、もうパンパンですね。その中からちょっと選ぶってなるので、いやーこれはね時間かかるけど厳選して選びたいと思います。最近はねあの自分の自撮りとかも多いんだけど、
やっぱり景色とかの写真多いね。やっぱ花、植物とか好きだし、景色とかも夕焼けとかの写真とかも結構撮りますね。あとはその時々には自分がめちゃくちゃハマってたゲームとか、あとはご飯行った時に写真撮るとかも俺もよくやるので撮ったりしますね。あとはなんかしょうもないスクリーンショットとか、統一感は何もないですね。ぐちゃぐちゃ。はい、そんな中からあの僕のアルバムに載せる写真選んでいきます。今回紹介するのは2枚です。はい、もうめちゃくちゃあまたある写真の中から2枚を厳選させていただきました。まず1枚目の写真は高校生の時に撮った初日の出の写真です。はい、あの僕高校の時からもう高校3年間とあと大学の時のね恒例行事があって、あの中学の仲良かった友達と1月1日年明けの朝4時とかに高尾山に集合して、その仲いいメンバーで登って初日の出を高尾山の頂上から見るっていう、これがね学生の時恒例行事だったんですよ。朝の4時に、もう今考えたらよくそんな元気があったなって思うんですけど、その高尾山のあの駅に集合して、高尾山って1号路から6号路とか稲荷山コースとかなんかいろんなコースがあるんですよ。でその中で一番険しいところを選んで毎年登るっていう、1日の早朝からもう本当にもう汗めちゃめちゃかいて初日の出を見てましたね。それがね、その中学からあのみんな高校に上がって離れ離れになって、でも毎年その1月1日がそのメンバーで絶対に集まる日っていうのを決めてって、で毎年登ってたので本当にその頃楽しかったですね。次の日も本当足パンパンにはなってたんですけど、めちゃめちゃ楽しい、自分にとってもすごい思い出の日でしたね。そんな写真もセレクトしました。次行きましょう。2枚目、2枚目の写真は会えないなって一番初めデビューする前の韓国の時の写真ですね。これもね本当にね、あ、こんな写真あったんだって思って、すごいいいの見つけたなと思ったんだけど、ちょうど、まあ、7月終わりくらいから9月終わりくらいまで3ヶ月くらい、その時は韓国でもう猛特訓というかデビュー曲の練習したり MV 撮ったりとかしてたんですけど、その時にちょうどあのメンバーの誕生日もあってね、この写真を見る感じだと髪色的にリヒトの誕生日かな、あの練習室で多分練習終わりなんですけど、終わった後にサプライズで練習室電気暗くしてケーキ持ってってハッピーバースデーってやって、みんなであのスマホのライトで明かりつけてでわーいって言って楽しんでる写真なんですけど、本当この時のこういうちょっとしたなんかお祝いとかそういうのが本当に楽しかったなっていう記憶がありますね、この写真を見てて。うん、この頃本当になんかもう朝から夜のあの日付変わるまでずっと練習室でみんなで練習してたっていう記憶があるので、まあご飯に行った時の記憶とかもすごい覚えてるし、この祝った時も覚えてるし、なんかこの韓国に行ってた3ヶ月間の時の思い出と、あとはオーディション受けてた時の思い出は本当にもうずっとメンバーと話せるなって思いますね。大変だったなって思う時ほどなんかいろんな思い出が蘇りますね。うん、っていう写真です。はい、ということで今回選んだ写真は放送後期に載せるので皆さんの感想も聞かせてくださいなんか今週すごい俺のんびりしてますね。あののんびりしてる感があるんですけど、今月はそんな感じでいきましょう。のんびり話していけたらいいじゃないですか。はい、やっぱりこうやって写真を見るとその時の思い出が蘇りますよね。
もっと紹介したいなって思いましたね。うん、この写真集もね、今この曲聴きながらペラペラめくってたら、うわこれもいいなこれもいいなって出てきたので、やっぱり皆さん黒のぜひ手に取ってみてください。ということで、僕とはまた明日、ログイントゥアススクールオブロックのチューター INI 高塚ひろむでした。いいね、なんかひろむ先生が選んだ2枚を見ながらだけど、なんか友達と初日の出とか、メンバーと一緒にいるこの瞬間とか、なんか公私ともにひろむ先生はちゃんと人との距離感をうまく保ってんだなっていうそうですね、ちゃんと自分の距離感で物差しで、おおおお、なんて素晴らしいんだと。素晴らしいよ、こんな写真一枚もないもん。いや、なんでかな、友達との写真もメンバーとの写真ももう撮る時間がないんじゃないですか。いやいや、撮る気にならないのよ。そっちかいや、そっちかい、はい、ごめんね、はい、メンバーのみんなもね、はい、写真集も、いやこれね、これもすごいよ本当にね、多分今しか撮れない。そうね、そのこの距離感っていうのかな、メンバー全員との距離感だったりとか、多分笑顔だったりとか、特にこう INI 先生はね、人数が多いからこそ、そうだよね、一人一人のこう関係性がよく見えるっていうのがやっぱ写真集の良さでもあるだろうし、いやすごいよやっぱ、一個のソファーにそんなみんなとくっついて座れないもんジェネ先生もできるでしょうよ。無理無理かい。でもね、高塚ひろむミニスマホ写真中ひろむ、たくさんまだまだ写真あるって言ってたので、またぜひやってほしいよね。そうね、ちょっとぜひとも見せてください。今日はちょっと今週はいいんじゃないですか、ゆったりな感じでね、言ってましたけど、のんびり喋ってて、さあひろむ先生の写真放送後期にね上がってるから、ちょっと生徒のみんなもぜひチェックしてみてください。ということで、 INI 高塚ひろむ先生とはまた明日。ここからは生徒の夢をサポートするスクールオブロックのチューター、 INI 高塚ひろむ先生が登場。いつもひろむ先生が生徒のみんなにおすすめ曲を選曲して届けてくれてるけど、今夜は生徒から届いたおすすめ曲をひろむ先生が聴いていくそうです。 INI ロックス。生徒の皆さんこんばんは。みんなの夢をサポートするスクールオブロックのチューター、 INI 高塚ひろむです。今日もここチュータールームナンバー3から授業を届けていきます。そういえばですけど、先月のプレイリストの授業の時に、ここ教頭から飛行機の中で聴きたい曲というテーマで今度やってほしいというリクエストをいただいてましたね。はい、ここ教頭もよく飛行機に乗る人だったということで、僕もね最近飛行機乗る機会も増えたんで、こういうプレイリストいいですね。まあただ生徒のみんながその飛行機にまあ、どれくらい乗るかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあ、ぜひその飛行機に乗った時にね、聴いていただけたらっていうような曲を、まあ、選べたらいいかなと思うんですけど、僕もせっかく教頭からいただいたテーマなので、一曲選んでみました。結構、もう前になってしまうかもしれないんですけど、グッドラックっていう木村拓哉さんのドラマがあったんですけど、その曲のデパーチャーという曲です。このドラマなんですけど、うちの親が本当にハマってて、父親も母親も、父親はもともと飛行機とかがすごい好きな人で、だから結構そういう飛行機に関わるものが家にも結構あるんですけど、まあ、それもそうだし、もともとそのオーケストラとかをやってる人だったので、こういうサウンドトラックとか聞くのがめちゃめちゃ好きなんですよ。だからこのドラマのこの曲もすごいドンピシャでハマったみたいで、サウンドトラックの CD とかもうちにあったりとかして、それでよくうちで車の中とかでも流れてましたね。なのでなんか僕の中でも飛行機といえばなんかこの曲のイメージがあります。うん、でも本当にいい曲ですね。その親の影響もあって、こういうインストの音楽を聴くの僕も結構好きなんですよ。でこの曲作られてるのが佐藤直樹さんっていう方なんですけど、その方の曲が本当に好きですね。はい、Attention everyone! INI Locks! Starring! INI! 高塚ひろむ!
すごい、音楽からオープニング始まりましたけど、京都、次に飛行機に乗るときはぜひこちらのデパーチャー聞いてみてください。こんな風にここでは僕から生徒のみんなにこの曲おすすめだよって選曲することが多いんですけれども、生徒からもおすすめ曲が届いているので今夜は紹介していきたいと思います。神奈川県女の子ラジオネームきゅうりのぬか漬け。私が元気づけられる曲は NCT リチルのサニーロードです。自分が歩く道はいつも晴れる、晴れさせるのは自分なんだ、楽に生きていこうと思います。ダンスとかパフォーマンス含めで見たりとかすることが多いので、曲にフォーカスして聞いたことあんまりないかもしれないので、なんかこういう書き込みを見るとなんかすごい新しいことに気づけるかもしれないですね。それでは聞いてみましょう。すごい前向きになれる歌詞ですね。なんかこのどんな暗い夜も夜明けは来るからとかね、前向きになれますね。なんかこういう曲を聴いたらなんかすごい楽しい時間になる気がします。ありがとう。そしてもう一つ届いてます。宮城県女の子ラジオネームウニ。誰しも自分なりに頑張っているのに人と比べてしまったり、理不尽な状況に置かれたりして心臓のあたりがぐっと重くなる時があると思います。そんな自分で自分を肯定できなかった時にぜひ聴いてほしい。私にとってはお守りのような曲です。しんどくなった時この曲を聴くと、この曲はいつでも自分の味方をくれるし、自分を気遣ってくれる周囲の人のことを思い出すことができます。その曲は遥かとみゆきの夜明けの月です。早速聴いてみましょうですね。なんか後ろのピアノもそうだし、夜とか寂しくなった時に優しく寄り添ってくれるような感じがある曲ですね。遥かとみゆきさん初めて知ったので、僕もちょっと他の曲も聴いてみようと思います。ウニさん教えてくれてありがとう。ということで僕とはまた明日、ログイントゥアススクールオブロックのチューター INI 高塚ひろめでした。やっぱね、選曲で教えてもらえると、うん、なんか自分のその曲の幅も広がるし、そうだね。ねえ、なんか遥かとみゆき先生の曲も、なんか肯定できなくなった時とか、確かにこの優しい声がすごくいいなっていうのも俺も思うし、こういう出会いがね、なんかいろいろなことをつなげてくれるような気もするし、そうだよね。っていう話の中でやっぱ共闘のためにね、選曲もしてくれてたね。はい、ありがとうございます、ヒロム先生。飛行機の中で聴きたい曲っていうのをリクエストしてたんですけども、ドラマ、グッドラックのデパーチャーっていう曲ね。これは ANA さん、全日空でかかる曲でもあるんやけど、ワクワクするのよ、飛行機乗ったら。この曲がもうかかってるから。でも、その、いつも普通に聞きすぎてて、ちゃんとこのペイアテンションしてなかったから、次ね、飛行機乗るときにしっかりと聞いてみたいと思います。はい。INI 高塚ひろむ先生とは、また明日。